にちは。早いです。芝なのにめちゃくちゃ早い。さあ通り過ぎてます。先輩通り過ぎてます。ここで止まってもらわないとダメなんですけども、はい、さあ、久しぶりのバイク紹介の日です。結構前にですね、うちの奥さんが、ロードバイクに興味を持ち始めたらしいっていう動画をですね上げたんですが、はい、興味を持ち始めてね、もうここぞとばかりに、はい、プッシュさせていただきまして、本日うちの奥さんのロードバイクをですね皆さんにご紹介したいと思います。もう実はですね、朝活ということで朝ね時間を作って軽くねサイクリングはもう何回もしてるんですが、こちらでございます。ででん。さあやってまいりました、渋めの黒でございますけども、名前言えますか奥さん。これはい、トレック。トレック、そうトレック、ドマーネプラス。ドマーネプラス、はい、待ってました。まさにね、試乗したバイクをもうそのままこれにするということで、このバイクをですね奥様がゲットしました。人生初の E ロードバイクであるといったような感じでございます。これについて軽くちょっと今回はね、記念ということで皆さんにシェアしていこうかなと思いますけども、まあ、ドマーネプラスっていうのはですね、Eロードバイク。そう、これ電動なんですよ皆さん。え、全然見えないでしょ。ロードバイクにしか見えないけども、ここにバッテリーが入ってて、ここから充電するんです。ここパカッと開けてドスッと、アルミのフレームになっているという感じで、あんまカスタムしてないんですけども、一つね気になるところはこちらでございます。謎のこの、ちょっと失礼させていただきます、はい、丁重に扱ってください。丁重に、そうね、だいぶガラスなんで丁重に扱わないといけないんですが、ピザソースがボトルケージに刺さっているわけですね。これはなんかどういうあれなんですかね。こちらはですね、はい、もうすぐ3連休なんですけれども、はい、あの週末にめいっ子、おいっ子がたくさん来るのでね、ピザ作りでもしようかと思ってこちら買わせていただきました。ちなみにどちらで買われたんですか。行数です。行数ですね、はい、みんなの味方行数。はい、みんなの味方行数でピザソースを買いまして、それがぴったりね、ボトルケージに収まるサイズ感ということでございますけど、まあこの辺はね、しっかりと主婦させていただいておりますが、はい、はい、まあボトルこれでクオックのが刺さってるんですが、ちょっとね、実はいじってます。これをね、グッとやるとほら取れるんですよ。すごいでしょ。ここね取れるんだけども、実はここに予備のバッテリーを挿すこともできるんですよ、うん、でもずっと挿すとちょっと微妙じゃん、使わない時あるじゃん。だから基本はこれでこうやって挿しといて、で、あ、今日はちょっとロングライドしますよみたいな時にもうこれサッとね差し替えることで、じゃあ今日はロングライドして、バッテリー積んで、こっちにはまあピザソースを積んでみたいな、ボトルを積んでみたいな、そんな使い方ができる、まあ、トレックのこのドマーネプラス独自の、まあ、マウントが付けてあります。すごい、いいでしょ。実は私勝手にいじらせていただいて、しれっとね、しれっといじったんだけど、でまあ基本的にはそんなにいじってないんですよ、うん、なんですけども奥さんとしては結構大満足でいいよね。そう、黒が好きだから結構好きなんだよね、もともとも。まあ、前後ライトついてますが、ボントレガーと名前忘れちゃったやつで、クローズドザギャップっていう、あの僕がもともと使ってたマウントをつけてます。シマノの105クランク SFA のものがついてます。タイヤは 32C の太めのタイヤがついてます。トレックのドマーネプラスの特徴は、前が50、34の後ろが 30T とかかな、まあそんな感じなんですけども、ギア比は変えることはできないっていうね、ルールがあります。もう機械がこのギア比で計算しちゃってるので、ちょっと最近私強くなったから52、36にしちゃおうとかやっちゃいけないんですけど、ただクランクとかチェーンリングを変えるのは OK、 ギア比さえ変えなきゃ何やってもいいよっていうバイクでございます。なかなかいいよね、快適。パパとさ、うん、話しながらさ走れるのがいい。いいよね、最高、本当にね、良かったです。それはそう、朝活でいいよね。いつかちょっとねロングライド的なのしたいけどね、まあそれはまたいずれ、ちょっと子供がもうちょい成長したらかな。ちなみに電源はここです。ちょっと押してみようか。ピッと押すとブーンとなります。
ずっと充電してない、ね、最近全然充電してないからね。結構やっぱ長持ちするんだよね。あとボタン、ここね、どこでこう強さ変えるのっていうと、ここです。ピッピと押すことで、はい、画面がね赤く光るんですな。エコ中ぐらいパワーって感じだね、うん、3段階だね。でも基本私エコかも。うちの奥さん基本エコだよね、うん、でドマーネプラスと入ったような感じでございます。いいよね、なかなかいいと。いや結構ね、このマットな黒が超好きなんだよね。そうということで5万円でございますが、なかなかいいでしょうね、はい、ドマーネプラスピザソース仕様、ピザソース仕様ということで、おめでとうと思っていただけた方はね、グッドボタン、チャンネル登録等々よろしくお願いします。ケント嫁企画の自転車バージョンもねやっていこうかなと思いますんで、はい、じゃあちょっと乗ってもらっていいですか。あばよあばよ